ドリームチェイサーです。今回はこちら、トイストーリートミカが発売されていたので買ってきました。全部で6種類が発売されていて、こちらの今回紹介するバズライトイヤー&宇宙船と、ウッディ&RC、ブルーズアイ&カーと、ジェシー&アンディのおもちゃ箱、グリーンアーミーメン&ミリタリートラック、そして、エイリアン&スペースクレーンの6種類です。どれもこれも、なんかすごい、ツボをついてきた、いい種類ですね。中身を早く開けてみたいと思います。今回はそのうちの01、バズライトイヤー&宇宙船を開けていきたいと思います。箱の周りを見てみると、セット内容。そして、他のフィギュアも入れられるよという、他のシリーズも集めてみようというものと、あとは、これですね。開閉方法。そして、あ、転がしもできるんだ。転がし走行もできるようです。このようにパッケージには書かれていますね。では、早速開けてみましょう。中はこのようになっていて、こっちにはバズが入ってますね。あ、意外と小さめかも。そして、こちらは、お、重い。ちょっとつむつむトミカと同じぐらいの重さ。結構重めですね。で、おー、中までしっかり書かれてますね。すごーい、面白い。そして、こちら、シールが2枚入っています。図の位置に貼ってくださいというように書いてるので、パッケージの外側部分になるんですね。この周りの部分に貼るようです。汚れないうちに貼っちゃいましょう。はい、シールを貼ったのがこんな感じ。パッケージのこの周りの部分を見ながら、向きは注意して貼りましたけど、まあ、まあまあって感じかな。ちょっとずれますね。ちょっと面白くない感じですが、まあまあこんなもんでしょうということで、中にバズを入れてみちゃいたいと思います。バズは首や手足が動きますね。ここは外れないかな。この間のところに軽く乗せて、パタンと閉めると、売られてる状態みたいな感じのバズですね。眉毛もぴょこっと動いた感じの絵になっていて、いいですね。下にタイヤがついています。ので、転がし走行もできますね。飛んでるみたい。結構面白いかも。他の人形も入れて、ちょっと見た目を楽しんでみたいと思います。ここの開閉はしやすいですね。パチッと止まるわけではないんですが、ほんのり止まりますね。開けやすくて閉めやすい感じ。バズライトイヤー、いいかも。起きてなんだいって言ってる感じ。思ったより小さめではありますが、結構存在感のあるバズライトイヤーと宇宙船のトミカの紹介でした。次回はこちら、ウッディと RC カーのこちらのトミカを開けてみたいと思います。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。